けば月目に当たる。そわそわするなよ、ここらが東京。構えて捕まえばいいのさ、運が向こうで待っている。待っていなけりゃ明日があるさ。どうせ一緒あとてらくいきにゃ。闇屋の広田からドルを円に変えた毛蔵は、その金を狙う広田の手からも、武田が密告した MP の手からも逃れて、馬野江と久しぶりに話をした。そして、馬野江に金を渡し、馬野江を茂子の父の兵庫屋クリーニング店に働きに行かせたのである。それは、茂子との再婚の相手楠木がいなくなったことで痛手を受けている兵庫屋へのせめてもの償いでもあった。まあこれで茂子の親父さんのクリーニング屋の商い、なんとか役立つようにしといてもらいたいね。あずかる、うん、でも兄貴困んない。いや、わしは残った金なんとか増やしたんねん、これから。あ、そうか、あ、そうか、そうか。そんじゃこれ、うん、なんかいい匂いだな、うん、化粧品や。化粧品、うん、あ、そうか、兄貴の嫁さんに届けるね、俺持ってって。いや違う、これは商いに使うね。飽きない、化粧品の飽きないか。いや、なお、マロエ、この日本の飽きないも随分変わった。それにいたちぼりももうない。そこで何とかそれを元に戻すまでは、まあいろんなことやらんとな。俺を迎えに来てくれ。ああ、迎えに行く。待ってるよ。ああ、いたちぼりに見せてくってな。待ってるから。毛蔵はこの馬の絵のためにも、いや三方村で待っている茂子のためにも、一日も早く店を持たねばならなかった。が今の日本では商売をするためにはまず売るよりも仕入れることが難しかった。毛蔵は化粧品の包みを持って大阪の南の高級住宅地手塚山を訪れた。ピアノの音か。この辺は焼けてへんし昔のまんまやの。ここやな。節工具の吉住部長さんのお宅ですか。そうですけど、あなたは。山下と申します。どこの山下さん。いえ、あの昔お世話になった山下です。ああ、そんなん一切面会お断りですわ。そういう人が旦那さんに品物を分けてもらおう思って訪ねてきはりますんでな。それに旦那さん留守ですわ。あの、ちょっと待ってください。なんやの。あの、奥さんにお会いしたいんですが。奥さん。え、奥さんがそんな福音服着たむさ苦しい人と会わはりますかいな。服か。何なの。はい、いつものような人ですわ。そう、ここへ紅茶持ってきてちょうだい。
の、そんないたずらするのは。いたずらではありません。奥様へのプレゼントです。私に、あなた誰？え、山下と言いまして、昔吉住さんにお世話になったもんですが、今度復員して帰ってきまして、昔お世話になった吉住さんにご挨拶がてらちょっと用がありまして、ところが女中さんは中に入れてくれまへんので、せめてこれだけ置いて帰ろう思いまして。どうぞお受け取りください。せっかくだけども、知らない人に物をもらうわけにはいかないわ。いやけど、せっかく持ってきたんですから、あ、早く取っていただかんと落ちて割れてしまいます。なんせ中身は外国の化粧品ばっかりですから。まあ、外国の化粧品？まあ、奥様は国産品はお使いにならないと思いまして、進駐軍の女将校に頼んで手に入れたんであります。まあ、そう、それじゃせっかくだからいただくわ。はい、どうぞどうぞ。では話してもいいわよ。はい、話します。素敵だわ、どうもありがとう。いいえ、どういたしまして。あの、奥さん、奥さん。素敵。さあ、もうまんな。奥さん、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 お願いします、お願いします、奥さん。いやらしい。いやらしい？何がいやらしい、何がいやらしいんですか、奥さん、奥さん、奥さん、お願いします、返事してください、奥さん。奥さん、お願いですからベルト返してください。奥さん。千代さん、何してんの？まださっきの男がいてるんですよ。まあ、エクシ、乾くまで、あの、これ着ててくださいと奥様が。あ、どうですか。やん。心配いりまへん。みんなもただで水ばっかりな、金もらわな。本当にすいませんでした。いや、アンさんのご主人を大切にしようという気持ち、よくわかります。ほんま、ほんまにそう思ってくれて許してくれはる？許すも何も、あんたみたいな一つことやる吉住さんが羨ましい。あの、旦那さんもね、いつもそう言ってくれはんね。あの、旦那さん帰り遅い時、私が奥さんにうまいこと言うてあげるんでね。はあ、黒田、ますます見上げたもんじゃの。え、ということは旦那さんはあんたには頭が上がらんと？いや、頭が上がらんて、まあそう言うたらなんですけど、用してくれはります？ちょいちょい奥さんに内緒でお小遣いくれたり。ああ、そらそうだしたらな。そしたらね、今度わしが来る時にあんたに靴下あげまよ、アメさんの靴下。けど悪いわ、水かけるわ、靴下もらうでは。その代わりね、旦那さんにことづけしてくれますか？ええ、何でも。お、頼ますわ。そしたら、愛子っち女のことで山下が知らせに来たって、そーっとね。愛子さんって誰？旦那さんの何？いや、それ言えまへんね。いや、そんなん言われたらますます聞きたいわ。なあ、言うて。ほら、言いまよか。いや、やっぱりあげまへん。なあ、言うて。あ、まさか旦那さんの。ちょっと、あんな綺麗な奥さんいてて吉住さんがそんなことするはずおまへん。うん、けど旦那さんにもかわいそうなとこありますね。何しろ奥さんは専務さんの娘さんやし。なるほど。そやから、まあ旦那さんが浮気心起こされてもしょうがない思ってますね。はあ、見上げたもんやの。それ聞いたらあんた吉住さん喜ばれます。しかしね、これは奥さんの手前、あの女の子愛子っちゅう女はわしの妹っちゅうことにしといてくれまへんか。やっぱり。分かったわ、あんたの妹さえいうことにしとこ。それでよろしいね。はい、お召し替えなさった？ええ、
黒井さんで。まあ、主人のものがぴったりですのね。黒井さんで。そうしてみると、ラカツクスハンサムボーイ。ひよさん、お帰りといた。いやそんなもん結構です。しかし奥さんもこんな忠義な人を使ってやって安心ですな。喜んでますの。はい。ところで山下さん、何か主人に伝えることがあれば。いえ今日もただご挨拶に来ただけですから、もう失礼します。でもいやほんまに、ただこの洋服だけは返してください。すぐにお返ししますがに。あ、いいんですよ、いつでも。失礼します。あ、そうや、わしの妹の愛子がくれぐれもよろしく言うてくれということでした。主人、妹さんも存じてますの？いや、存じておられると言うても、なんせ妹は小学生の時でしたから。まあ、そうでしたの。そうでしたの。それじゃ必ずお返しに上がりますから。あ、奥さん、なぞ今度来るとき欲しいもんありまへんか？舶来品やったら何でもあります。まあ、でも悪いか。いや悪いか、どうも。どうぞ言ってください。さあ、じゃあ香水頼むかしら。香水、キューティーかホワイトローズ、それだったら最高ですわ。ああ香水、あら最高だぞ、ほんまに。あれうまいんです。失礼します。あら、もうお帰りですの？ええ、これから靴下とか香水とかね、いろいろ手配するわけないんで。まあ、ちょっとお送りしますがな。私に？ええ、すまへん、ちょっと外へ出てきてくれって。誰が？悪い人やりまへん。すまへん、わてを信用してくれはるんなら。信じているなって言うなら、行かないわけにはいかないわ。すまへん。ただいま。お帰りやす。別に何かあったか？いや別に。どこ行くのか？後でまた説明します。ごめんやす。あ、おいでやす。釘抜き、ごめんか。釘。呼び出してすまへんな。ほな、わたやこで。お前な、大阪にこのこと言うとあかんぞ。後で言うって約束しました。後でならいい。えらい、すまんな。一体私何のようですね？あんさん、女でした。男ではないようですわね。そしたら、香水をね、買うてきていただきたいんですわ。香水？ほら、なんとか言いましたな、その舶来のね、そのこうカエルをね、キュッと踏み潰したような、なんか。キューティー、それだそれだ。それからね、ホワイトローズ、白バラ。よーし、誰もんな、さすが女の人でんな。いや、仕上げますさと約束したんですが、けど何のことやさっぱりわからんと言うて、まあ大阪で知り合いの女の人いてへんしね。それでやっと一人見つけたっていうわけ？まあそういうわけですが。それならあげる人に選ばしたらいいじゃない。いやいや、そんなことしたらあんたは元も子もノーナリマンが。つまり相手の女性に知ったかぶりをした化けの皮が剥がれるっていうこと？いやいや、それなので、その欲しいものをさっと持っていったらすぐ喜ぶと、そういうわけですよ。男の人ってそこまでして獲得したの？あら、もちろんだから。そんないやらしい男のお手伝いするのはごめんだわ。いやらしい？そうじゃない、品物の餌に女を釣るなんて。ちょっと、何の話です？わしがいつ女釣る言いました？しかし今、わしはね、品物を釣るんですわ。ね、商社しか回さん、製造会社の製品を。製品？そうだし、それもいろいろな巻き餌なんですわ。販売部長の奥さんとかね、喜ばすんですわ。ね、奥さんであった香水持って行ったら、まあ素敵、絶対いますよ、これ。だからね、女中さんにもね、その靴下を持って行って、まあこれは、そや、その女物の靴下も頼ますわ。仕方がないわ。
私は女ですから。いやー、おきにおきにおき、そんなのね、これね、大金やからね、ね、隠してもらってよかったね。ここが前の店。ここが元気かい。お前また旦さんとこで働いてんのか。長持ちしよんの。使われてるんと違います。共同経営です。共同経営。ああそうか。そんならわいも共同経営と行きまやからな旦さん。あ、その話はどうしよう。おい、それよりトモコ君は。あ、いや、出て行かはりました。出てった。どこ行ったん。伊藤君と一緒です。まあわしらちょっと飯食いに行ってくるけど、帰ってきたらどこまで行くんてな。ええな。おい、まあ、飯食いに行こう。行きめ行きめ。昨日のレストランダンサー。あ、まさか武田藩をこの店で。誰を使うとわしが使うのは勝手やないか。旦さんが自分で給料払うで使われるのは勝手ですけど、共同経営はお断りします。そんなと笑っとる。さあ、お前どっかで見た顔や。どこやんか。おい、わてには忘れられん顔だす。そないに覚えてんのか。わての旦さんにとっては憎い男です。何、お前の旦さんって誰や。山下さんのもん。もうの店のもんがまたなんでここへ。あの小高が雇いよったんや。おい、トモコ君は。ちょっと。どこ行ったんじゃ。ちょっと。おい、ちょっとでは分からないか。今人通ってあります。誰か。ちょっとはっきり言わんかい。口止めされてますんで。何、わて別にあんさんから給料持てまへんから言わんでもよろしいや。なっ、そうか。おい、言うてみ。相手は男の人だす。男。誰や。知りまん。大きに。ほら、おい、お前。甘いな、相変わらず。ね、白バラの方が美しそうよ。ほら、これ、お礼です。いけないわ、この都会も。いえいえ、わざわざ買いに行ってもらったんですから、どうぞ。でも、二つ差し上げた方が製品の獲得うまくいくでしょ。いや、そうと限りまへんで。限らないって。いや、物事はそういうわけにはいかんちゅうことです。わからないわ。ほら、聞きますけどな、アンさんが向こう班探してはるけど、どこにもいない。いや、これは例え話だから。で、いないいない思ってたら突然二人の男が現れた。そしたら世の中には男っているもんやなと思いますな。そういえばね。けどこれが一つだけやったらありがたい、やっと手に入った、そう思いました。そうね、品物なら一つの方が良さそうね。でもやっぱり男性は一人じゃダメ、本当にダメ。私がいい例よ。戦争が起こるまで私は女学生で挺身隊に入れられていたし、男性と口を聞くこともなかったわ。まあ、もっとも一人だけ兄の友達で、
海軍兵学校に行ってた人は憧れに近い存在で、父も兄も結婚させようって思っていたようだったけど、でもその人が戦死して私の人生も真っ暗になったような気がしたわ。でも終戦となってそんなこと言ってられなくなってしまったのよ。ああ、家かなんか焼けたからですか。それもあるけど、父が戦犯に問われて捕まってしまったの。戦犯？先輩に言ったら戦争犯罪者で、どんな仕事したかったんです？銀行の責任者だったの。ああ、銀行、ほらすごい。私、父がいなくなったから初めて父が生活を支えてきたことが分かったんです。病身の母を抱えて売り食いするにも、空襲に焼かれてしまってどうやって食べていっていいか途方に暮れて、本当に困ってパン1個買うにもお金がいるんです。でもそのお金がないのよ。わかる。私、働くことも初めて知ったわ。うん、働いたらお金がもらえるっていうことも。と言って知人に頼んでも、お嬢さんがって言って取り合ってくれないし、それで私、張り紙を見て喫茶店に飛び込んだの。喫茶店？ええ、女性も珍しくコーヒーを飲ませるお店でしたわ。でもそこでもらえるお給料では5日間しか暮らしていけないです。お客の残したパンの耳をそっとハンカチに包んで持って帰ったこともあったわ。そんな時一人の男に会ったんです。店に来る男で、誰も背広なんて着てない時に背広姿で、私を見て、あなたはこんなところで働く人ではない、あなたの運命を狂わしてしまった戦争が憎いって、私にお金をくれるんです。ええ、金を。私は断りましたわ。そしたら、あんたを陥れた戦争もあなたは拒めなかった。だからあなたを救おうとする運命も拒めないってね。いや、前との旦さんが言いそうなこっちゃな。何それ、前園旦那のことか。ほんであんたまさか。ええ、私そんなこととは知らずに、まるで神様が救いを起こしてくださったナイトのように思えて。バカ、なんでそんな男に。そうよ、バカよ、バカよ。だけどあの人しかいなかったのよ、たった一人しか。あんた、その喫茶店辞めてあの店に。ええ、私がお母さんのように惨めにならないように働いてお給料をくれると。でも結局は共同経営者の尾坂さんを返しさせるつもりだったね。どうや、あの旦那っちはそんな男や。自分では何も働かんくせにな、人の上前を跳ねようとする。前殿御先代さんから頼まれたことを思い出して、前殿の店の名前作ったばっかりに。分かってきた。分かってきたら急に後悔したのよ、男性一人だけって思ったこと。もっと早く二人の男性を知ればよかった。もう一人は尾坂の。無口だし、うまい表現もできない人だけど、何とも言えない良さがあるの。ほら、俺はあの旦那と比べたら月とすっぽん、提灯と釣り鐘じゃ。いや、昨日もな、あの旦那わしがドル持ってること知ってて MP に密告しよって。昨日？ああ。
田っていう人と。なんや、武田知っとるんか。だけどな、わしあの二人を比べてまだ武田の方が人間がええっちゅうことが分かった。あの前の旦那はな、武田にわしのことを MP に密告させよう。そんでそのことわしにバラして、ドル半分くれたら助けたる、そんなこと言いよったんや。そんな汚い、ああ汚い男や、救いようのない男や。その救いようのない男、私はもっと汚い女ね。いや、これは違う。例えばこの川や。この川な、わしらがいたち堀にでっち奉公に入った頃はもっともっと綺麗な川やった。夏は水泳もできたぐらいな。ところが今はこんなに汚れとる。けどこれはこの川のせいやない。川にゴミを捨てたり汚したりするやつがいとるさかいや。そういうやつがいる限りいつまでたってもこの川は汚れっぱなし。ところがそういうやつがいんかったら、この川は元のきれいな水に変わる。元のきれいな川。そうや、汚さんやつがいてきれいにしようとするやつがいたら、もっともっとこの川はきれいになる。違うか。きれいにしてくれる人がいたら。そうや、やさかい諦めたらいかんし。汚れとるから言うてそのままにしといたら、汚れがまた身に染みついてしまう。せやさかい汚そうとするやつと戦うね。頼んでくれます。きれいにしてくれる人に、私を助けてくれるように。わしが。いや、わしは頼まん。頼まんけど手伝いはする。頼むのはあんたがやるこっちゃ。そやろ。ほんまにおきい、助かった。旦那様、今日山下さんいう人が来はりました。山下？ええ、なんか昔のお知り合いとかで、ご存知ありません？いや、知らんこともないけど、何しに来たんや。なんか、愛子さんとかいう人の消息を知らせに来たとか。え？それで奥さんに会ったのか。はい。はい？それで奥さん、そのこと。さあ、どうでしょう。おい、千代さん、教えてくれんか。その男は奥さんと二人きりでおたんか、それとも君がそばについてて。ん、はい、お茶です。千代さん、千代さん。奥様ですわ。お帰りなさい。帰ってったの。おう、まったく腹が立つわ。この頭よ、これが美容院が触った頭。まったく技術も何にもない、まるでパンパンな頭だわ。機嫌が悪いんだね。頭に来てんのよ。何がそんなに。何かあったのか。何かあった、何もかもよ。やわか。何かあるんだったら言ってくれないか。僕が説明することなら説明するよ。やっぱり説明しなければならないわけだったのね。いや、そういうわけじゃないけどさ。じゃあ聞きますけどね、今日はあなたは会社遅くなるっていうお話だったのに、なんでこんなに早く帰ってきたの。何かを感じたの。感じる？何を。私がどう思っているかって。一体君はまた誰かから何かを聞いたんだろう。何かを。そう、聞くようなことが何かあるの。いや、別にないけどさ。それじゃあどうしてそんなこと言うのよ。それじゃあどうして君がどう思ってるかなんてこと聞くのよ。だってそうでしょ、私が今日牛沢さんところへダンスパーティーに行くこと承知であなたは早く帰ってきたんでしょ。いや、それ知らないよ。じゃあなぜ。いや、会社の部会がある予定が変わったんだよ。
部会って。部会って部長のあなたが決めるんでしょ。あなたが変えないでなんで変わるの。人が集まらなかったんだ。出張から帰らなかったりして、それでやむを得ず。そう、あなたは会社で部長しててもまだまだ権限は与えてられてないよね。パパにそう言っとくわ。はいはい、そんなことは言わないでほしいな。専務も忙しいんだし、僕がいちいちうちで告げ口してると思われちゃ嫌だもの。そう、あなたが嫌だって言うんだったら言わないわ。奥様、あの食事の用意ができましたけど。そう、旦那様の分は。はい、ございます。あってよかったわね。あの奥様、早くせんと間に合いませんけど。どうして。パーティーなんか行くのやめたわ。どうしてさ、行けばいいのに。そんなこと言って旦那様一人放っておくわけいかないでしょ。そんな遠慮することはないよ。そんな、またパパに言いつけるんでしょ、僕のことは構ってくれないって。私パパに叱られるのごめんよ。誰がそんなことを言うものか。さあ行ってきなさい。うん、なんだか追い出されてるみたい。陽子、僕はね。分かったわ、行くわ。あれ、いい匂いだな。そうそう、今日いただいたのよ、山下さんって方に。山下が化粧品を。うん、あなた昔っから知ってるんですって。うん。じゃあ直して話しといてくださらなかったのよ。私が恥かくじゃないの。いや、まあそれほど親しいっていうほどのことも。じゃあなぜ福井の挨拶なんかにいらしたの。挨拶。ええ。で、他に何か。他にって、そうそう、妹さんからもよろしくっていうことであったわよ。妹。あなたよく知ってるんですって。僕が。ええ、そう、なんとか言ってたわ、愛子さんとか。え、あ、覚えてないの。いや、昔の話でね。そうね、そういえば小学校の頃って言ってた。小学校。あ、そうだ、その妹が愛子って言うんだよ。忘れてた。そうなんだ、妹なんだ。うん、そうか。奥様、あの牛沢様からお電話ですけど。そう、すぐに伺うって言っといて。あ、私出るわ。千代さん。はい。その山下から聞いた愛子っていうのは妹のことなんだろう。妹。ああ、そうですわ、妹さんってそういうことになってましたわ。そういうことにって。うん、奥さんの前では。わしはこれで失礼しますけど、帰られた時鍵お願いします。小高、お前主人に鍵閉めさすんか。仕事してはるんと違いますから。小高、お前かけにしとけよ。それからな、お前智子さんのことをあの伊藤から聞いてんのちゃうのか。知りまへんな。失礼します。いえ、旦さんがお待ちです。それなら入るのよ。小坂さん、お食事は。ええ、これからですけど。私も連れてって。いや、けど旦さんがお待ちですし。ちょっと話があるの。おい、友ちゃん、どこ行ってたんや。待ってたやん。そんなら。小坂さん、ちょっと待って、すぐ支度するから。いや、失礼します。
体これどないなってんねん。え、僕は飯も食わんと待ってんねやで。結構です。おいなんて呼ばないでちょうだい。な、お、ま、旦那さん、なんやおかしおますな。え、そうでっしゃろ。表で小坂と二人来て話してたり、急に旦那さんに冷とうになったりして、ほら、なんかおまっせ、下手すると根こそぎやられまっせ。今の間に手打っとかんと。手打つて追い出すんですがな、小坂。ねえ千代さん、言っとくけどね、その愛子っていうのは山下の本当の妹でね。はいはい、分かってます。おい君。はい、どうかしら。奥さんはこんな早くないですしね。昼間はどうも、あの洋服返しに来ました。まあこんな早い。これあの約束の靴下ね。これ奥さんに。で、あの旦那さんは。あ、帰ってあります。あ、愛子さんのこと言うときましたわ。そんで一生懸命弁解してありますね。さよか。千代さん。はい。誰？あ、山下さんです。何？ああ、こらどうも吉住部長が、どうもご無沙汰いたしております。さあさあ山下さん、どうぞ中入ってください。奥さんもまたこんな結構なもんいただいて、きっとお喜びですわ。どうぞどうぞ中へ。ほなお言葉に甘えて。はい、どうぞどうぞ。おい君。さあさあ、どうぞどうぞ。どうぞ座ってください。席のとこに。あ、旦那さん、すぐお茶持ってきます。いや、お茶なんかいらん。それより千代さん、ちょっと遠慮してくれんか。はいはい、なご用があったら呼んでくださいまし。どうも吉住さん、この間失礼いたしました。一体何の真似だ。あ、愛子のことをわざわざ言ってきたりして。あ、そのことだがな、アンさんから聞かれた愛ちゃんの消息、今日はお知らせに来たんですわ。知らせに来るんだったら会社に来ればいい。なぜうちへなんか来るんだ。あれ、会社の方が良かったんですか。いや、私はてっきり会社やと部下の人もいたはるし、それに奥さんのお父さんの専務さんの息のかかった人もいたはる。そんなとこで聞かれたらあかんと思いましてな。気使ってくれて結構なことだ。それほど気を使うんだったらわざわざうちへ来なくてもいいだろう。まして家内の耳に入れたらいけまへんのか。わてあんさんのためを思って耳に入れたんだせ。わしのためを。そうだす。言うときまっけどな、あの愛ちゃんのことは倉崎のおっさんでも知ってることだす。いろんな人が知ってる。ましてやアンさんの昔馴染みの人かで知ってありましたろ。そういう人たちが今のアンさんの地位を蹴落とそうとして奥さんの耳にこっそり入れたらどないなります。アンさん、どう弁解してあります。いや、それはだな、見てみなあれ。それからでは遅いんですわ。おやさかい奥さんに前もって耳に入れといて、奥さんが聞かはった時に、ああの女の人やったら山下さんの妹さんやってことになります。これで大丈夫。それに噂っちゅうもんは当てにならんもんやっていうことにもなります。一が二を生み二や三を生むっちゅうのはこのことだがな。わては気ぃつこて奥さんに耳に入れたつもりだせ。いや、もしあかんとおっしゃるんでしたら今から取り消してもよろしいまっけども。バカな、今さら取り消されてもどうもならんわ。そうだっしゃろ。俺やったらよう耳に入れてくれたって例の一つも言うとくれやす。わては奥さん信用さすためにわざわざ気ぃつこたんだせ。確かに女房が喜びそうなものまでもらった。そりゃその礼も言っておく。いや、代金も払いたいくらいだよ。代金ってなんだす。君が僕に何を望むのか
それを考えたらな。何にも望みまへん。望まん。ええ、望まんけども、ただ一つだけ、昔なじみを大事にしてくれやす。これだけはいいと思います。今の吉住さんは昔なじみからは手が届かんほど遠い偉い人です。その偉いあんさん頼っていろんな人が来る。それに鼻も引っ掛けおらんでは、旦さんを恨み買うし憎しみも買う。それにつまらん昔話の一つ輪をかけて話さんなら、ほやさかいそこんとこ考えて、まあ3回に1回ぐらいは会うだけでも会うたげて、話聞くだけでも聞いたげな。それで万事うまいこといきまんねん。よし、わかった。せいぜいそうしよう。いや、おぎおぎ、わいらみたいなもんの言うこと聞いてくれやって、ほんまに苦労します。そしたら今度改めて昔なじみとして来させていただきましたが。いや、そんな無駄なことはしないで、今言いたまえ。今よろしいんですか。ああ、その方が早いだろう。どうですか。そしたら、あの、品物を売っていただけまんやろか。もう簡単なことだ、分けてあげよう。ですか。ただし、君は今聞けるところは聞いてやれと言ったな。え、だから私の方の条件に合えば分けてあげよう。条件って何だ。まず会社から正式に分ける以上、正式な手続きがいる。正式な手続き、何でもしまよ。取引は現金よ。現金おますよ。正式な取引として売る以上、当製品として取引先は営業許可を持っている相手や。持っているかね、許可証は。ありまへん。なけりゃ当製令違反になる。取ってきたまえ。なお、誰でも取れまんのか。さあね、今ほとんど商社が持っていて、問屋もなかなか許可が取れんくらいだよ。ああ、そしたら、あの、いつも会社に並んだはる人たちは、あれ全部営業許可証を持ってる店ばっかりだった。いや、そうじゃない。持ってないから売ってない。あの、そしたら、もしこのわしがですよ、その営業許可証を持ってる店の代理人としたらどないになります。売ってもらえますか。それはもちろん。ほな、代理人になりまよ。どこの店のや。教えてくれやす。どこの店が営業許可証を持ってるか。中西屋商店や。中西屋商店か。よし、そこの代理人になりまよ。なれたらな。何しろ中西屋商店といったら、谷町に昔からある唯一の老舗で最も堅い店だ。他人に名前を貸しはしまえ。もし慣れたその時は。約束は守る。昔なじみだ。よろしま。中西屋商店か。谷町で最も古うて固い店中だ。ここか。